クレンホドルは、イングランドヘイズ出身の元イングランド代表サッカー、選手、サッカー指導者、サッカー解説者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1975年、トッテナムホットスパー FC に入団するとその年に、リーグ戦デビューを飾り、1979から1980シーズンには19得点を挙げる活躍で、 最優秀若手選手賞に選ばれるとともに、1979年11月22日のブルガリア戦で代表デビューを果たし初得点をマーク。翌年開催されたユーロ1982も出場、1982年のスペイン W 杯にも2試合ながら出場した。その後もトッテナムの主力として活躍を見せ、1983から84。 シーズンには UEFA カップ優勝のタイトルを獲得。1986年のメキシコダブでは5試合に出場し、ベスト8進出の原動力となった。1987から88シーズンにより AS モナコへ移籍し、同シーズンのリーグ制覇に貢献。また、ユーロ1988を最後にイングランド代表を引退した。 1991から92シーズンからは再びイングランドへ戻り、プレイングマネージャーとして2部に相当するスーインドンタウンを指揮。指導者としてのスタートを切ると、同シーズンに FA プレミアリーグ昇格へと導いた。1993年からは、チェルシー FC の監督に就任。3年間監督を務め、 1994から95シーズンの UEFA カップウィナーズカップにおいてベスト4進出に導く手腕を見せた。これらの成功を受けて、ユーロ1996終了後、テリー・ベ・ナブルズの公認として、イングランド史上最年少の38歳でイングランド代表監督に就任した。1998年のフランス W 杯予選では、 イングランドを2大会ぶりのワールドカップ出場に導き、本大会で指揮を取ったが、代表の中心選手であったポールガスコインを外し論議を呼んだ。翌年、障害者は前世の罪の報いを受けていると発言したことが元になり代表監督を解任された。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で63位に選出された。 その後、2000から01シーズンに、サウサンプトン FC の監督に就任。2000から01シーズン途中に、フルストッテナムの監督に就任。当初は、元スター選手の帰還ということで、トッテナムファンからは歓迎されたが、思うような成績が残せず2002から03シーズン、途中で解任。現在は、英国のスポーツ専門放送局、スカイスポーツで解説者を務めている。 ありがとうございます。